綾部翔は、茨城県取手市出身の元プロ野球選手、宇藤右内茨城県取手市出身。長山小学校1年時から新取手リトルメッツで野球を始め、長山中学校では、取手シニアに所属していた。霞ヶ浦高校進学後、1年の秋から野手として、ベンチ入り。2年夏の茨城県大会は控え投手として、ベンチ入りしたが、 県大会決勝で、藤城高校相手に3の12と大敗。綾部も2回に失点と打たれ、これで、霞ヶ浦高校は2年連続5度目の県大会決勝敗退となった。その後2年の秋からエースとなる。3年の夏には、茨城県大会3年連続で決勝に進出し、日立第一高校と対戦。綾部は2点リードの7回からリリーフし、3回を、 パーフェクトに抑えて、同上げ投手に、同校は6度目の決勝で悲願の甲子園出場を決めた。第97回全国高等学校野球選手権大会では、初戦で2年生 S 堀水希容する、広島新城高校と対戦。先発登板したが、6回途中4失点でマウンドを降り、チームも敗れた。 2015年のプロ野球ドラフト会議で横浜 DNA ベイスターズから50名指名を受け、11月5日に契約金3000万円、年俸550万円で仮契約した。背番号は45。2016年に軍で10試合に登板し、1勝2敗、防御率4.26だった。2017年10月3日、 チームのクライマックスシリーズ出場を決定後に1、軍発昇格。同日の中日ドラゴンズ戦でプロ初登板、初先発を果たし、5回を投げ4アンダム失点を、脱三振と高騰し、初勝利を挙げる。同じく1軍発昇格を果たし、初打席本塁打を記録した、細川茂也と共にお立ち台へ登った。2018年4月に右肩のクリーニング手術を受け、 シーズン中はリハビリに専念した。11月7日には自身のツイッターでシーズン中に結婚していたことを報告した。2019年7月14日に過去の女性変歴について週刊誌から取材を受け、2日後に神奈川県の正常年保護育成条例に抵触する可能性があるとして、球団から無期限の自宅禁慎処分を受けた。その後、 10月1日に、球団から来期の契約を締結しないことを通告され、同月11日には、神奈川県青少年保護育成条例違反及び、児童売春、ポルノ禁止法違反の疑いで、神奈川県警に書類送検された。戦力外通告後の10月4日、11月30日に、明治神宮野球場で、開催の公開トライアウト、 ワールドトライアウト2019にエントリーすることが決定したが10月29日に出場を見合わせることが発表された。11月20日 DNA の選手会の会ゴルフと選手会の会に出席しチームメイトと対面。自身の挙手について2020年シーズンは国内海外を含めどのチームにも所属する意思はないことを明かし、 2021年以降の現役復帰を目指して個人でトレーニングを続けると話した。2021年3月22日、自動車関連事業などを手掛ける株式会社オールフロンティアが、綾部の入社と同社野球部への入部を発表した。採用のリリースでは、弊社の理念は、働くことを通じて、人として成長し、社会に貢献するというものです。 過去の過ちを反省し、再起をかける青年のチャレンジを、会社として支援し、働くこと、またこれまで精進してきた野球を通じて、社会に貢献できる人材になってほしいと考えて、いますという同社管理部による採用理由のほか、綾部による世間に対しての謝罪と同社に対しての感謝のコメントも掲載された。横須賀市内のベイスターズ球場から標高三十三メートルの、 塚山公園までの10人のルーキーでランニングをして10分47秒のタイムで1位になる瞬足とスタミナを持つ。母子家庭で育ち2017年にプロ初登板、初先発で初勝利を挙げた時のウィニングボールは女で一つで育ててくれた感謝の気持ちとして試合後に直接母親に手渡している。 2018年シーズン中、その日の相手チームであった東北楽天ゴールデンイーグルスの公式グッズのメガホンが横浜駅のホームに落ちているのを発見。駅員に届け、持ち主に戻るといいなをツイートしたところ、そのツイートが1000以上リツイートされ、楽天ファンの落とし主の元にまで届くことになった。無事にメガホンが戻った落とし主はすっかり、あやべのファンになったという。 ありがとうございます。